ドリームチェイサーです。今回はこちらチョコエッグのディズニーキャラクターセブンが出ていたので一箱ゲットしてきました。では早速開けていきたいと思います。一箱10個入りですね。さて今回はどんな感じかな。はい、いきます。じゃじゃん。お、クレーラーついてます。はい、こちらディズニーキャラクターパート7、全13種、彩色違い2種類、シークレット1個となっています。あなたに会えるのは誰かなということで、これが一つずつ入ってるんですかね。ヒュイ・デュイ・ルイと、あとは眠れる森の美女だからオーロラと、ティンクとズートピアの狐ですね。あの名前忘れちゃった。後で調べます。と、アラジンと、ラプンツェル。そして、あの、フック船長いますね。あとは、ミッキー・ミニーもいるのかな？と、アリスと、クルエラと、オラフと、チェシャ猫が、ツムツムとして参加してるんですかね。楽しみです。シークレットは誰でしょうね、今回は。そして、ミッキーマウスの可愛い立体ペンケース。へぇー。が、抽選で総計1000名様に当たるそうです。今まで何回か出してるんですけれども、別バージョンでは当たったことないので、こちらも応募して当たったらまた紹介したいと思います。はい、では早速中を開けてみましょう。はい、今回は黄緑の卵。カチャカチャしますね。カチャカチャするから。粒じゃないのかな。でもちょっと重めなんですよね。さて、記念すべき1個目。右の手前ですね。何が出るでしょうか。いきます。1個目は、何かな？誰かな？これは？何これ？ほい。あ、これ、調べますって言ってたキツネ。ニックだよ。そうそう、ニックワイルドです。ズートピアのニックワイルドが出ました。ニックの完成。ちょっと、でも、普通の絵よりもおじさんっぽいっていうか、なんかちょこっとだけもうちょっとほっぺのふっくら感が欲しいという感じの、ですけど、まあ、ニックですね。はい。では二つ目、お隣行きましょう。前ですね。二つ目は何かな？二つ目は、開けてみましょう。いきます。2個目。開きづらい。いきます。せーの。じゃん。あ、ミッキーだ。ミッキーが来ました。はい。ミッキーもほぼ完成していて、胴体はもう一つの部品になっていて、顔をはめて、足、これもしかしたら、初めからくっついてるやつかもしれないんですけど、取れてるのでくっつけて、あとは帽子をかぶせて完成？お、いい感じ。わー、これはかっこいい。はい、足元をはめて、ミッキーです。やったね、これかっこいい。この、結構大きいですね、今回。ミッキーの顔も、結構全体的な作りも大きいような気がします。これはいい。はい。では、また、右側行きましょう。右側の2個目、行きます。まあ、チョコエッグは結構、どの箱もランダムで入ってるので、私がこのような順番だったからといって、そこを買えば当たるわけではないと思うんですが、あ、割れてますね。はい。取り出しました。はい。3つ目は、何でしょうか。行きます。せーの。かぶった？違う、ジーニーだ。ジーニーが出ました。お、いいね、かっこいい。下半身をこのくぼみに合わせてくっつけて、ではこのくぼみに合わせてくっつける感じですね。これで OK と、反対側はこうですね。そして、あ、このちょろんとしたとこの先にくっつけるところがあるので、くっつけて、はい、完成。あ、結構いい。この、手が伸びてる分、幅が出て、大きく見えますね。
ちょっとここがしっかりくっつかないところが面白くないんですけど。はい、ジーニーもいい感じにできました。お、すごいすごい、いい感じできてるじゃん。続いていきます。はい、続いて今度は4つ目、2列目の左ですね。開けます。はい、今度は何かな？どれかな？じゃじゃん！お、これは誰だっけか。3人のうちの1人。はーい、こちらはヒューイですね。どれか1つが入っていますって書かれてるので、ヒューイ、ルイ、ルイ。こんな感じですね。はい。ヒューイが入っていました。はい。ヒューイの完成。かわいいですね。プリッとしたお尻もかわいいです。はい。では、5個目いきましょう。5個目。右の3番目。お、そろそろこれは、つむつむかな。いきます。何かな？せーの！じゃじゃん！オーロラ？すごい！結構今回ラインナップいいよ。すごいけど、これもこれですごいけど。はい、ここにパコってはめるんですかね。はい、そしてもう眠ってる状態にして、で、背中をこう立てかける感じなんですね。へえ、こういう風に、え、かわいい、すごいかわいい、すんごくかわいいです。こういう風に斜めになるっていうアイディアもいいですね。すごーい、すっごく綺麗です。顔がかわいい、オーロラ姫でした。はい、では6個目いきます。6個目、今回かなりかぶんなくていいんですけど。あ、これは、でも私信用ならないからな。どうだろう。結構詰まってる音がするから、詰むかなって、さっきも詰むだって言ったのに違かったし。どうかな、いきます。でもそろそろ1個ぐらい来てもいいんじゃないかな。いきます。せーの。あ、誰だ？これはミッキーかミニーのどっちかかな？じゃじゃん！え？誰？あ、フック船長って書いてある。フック船長か。はい、フック船長来ました。結構今回はパーツがいっぱい。うまくできるかな？まずはおなじみの顔に合わせて。うわ、すげえ。あと、ダメ、言葉遣いが悪い。はい。すごい、何これ？あ、いいんじゃなくて。これはここにつけるんじゃないの？首。あ、こうなるのかな？こうですね。はい。斜めに刺して、ちょっとこの頭すごーい。ウケる。はい。あ、帽子かぶせれば大丈夫。はい。そして、これはここにつくのかな？ですね。ああ、ボリューム一気に出ますね。と、手。フックの手はどっち？こっちですね。と、こちらに刀を持たせます。はい。そして、胴体の下のところに土台をつけて、あ、剥げちゃった。はい。帽子をかぶせて完成。若干帽子浮くんですけど。キャーン！はい。はい、フック船長。これすごい！今回の本当にボリューム感があって、立体的というか、本当にいい意味で迫力がある作りになってますね。フック船長。この長さは今までないんじゃないかな。すごいですね。これはいいです。はい。では続いて、7個目、行きましょう。
全13種類なので、一箱ではどうしたってコンプリートできないんですけど、今回はいい調子で集まってますね。はい、パカッと行きましょう。はい、7つ目はどうかな？いきます。せーの、じゃん！フック船長。はい、かぶりました。じゃあ、これはとりあえず置いといて。はい、続いて8個目行きましょう。8個目は何かな？フック船長かっこよかったんですけどね。今はシークレット探しなので。ちょっとスルーで。今回超軽い。何これ超軽い。全然入ってる感じしないんですけど。え、ものすごい軽いんですけど。何これ。今までいない。あー！これはピンクですね。これだけは言えますね。ものすごい軽くてカッチャ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 したらティンカーベルです。ティンカーベル欲しい人いると思うので、この情報はいいかな？はい。幸せそう。すごくこの羽の透明感がいいですね。ちゃんとこうやって腕が透けてる感じわかりますか？すっごく本当にいい。かわいいティンカーベルでーす。はい。残り2つとなりました。9箱目開けていきましょう。はい。お、これは、結構詰まっててカチャカチャ全然音しないですね。いきます。パカ。いきます。じゃじゃん。オズワルドだ。おー、ちょっとこれ、もしかして今回これじゃない？シークレット。オズワルド。オズワルド！すごーい！嬉しい！オズワルドが出ました！え、これはやばい。嬉しい！オズワルドだ！はい！オズワルド完成！すごい！すごいすごい！後ろにテーマしてる感じですね。で、親指。あっち行こうぜ、みたいな感じのポーズをしてます。すごいすごい、かっこいい！これはいいかも！え、これがシークレットかどうかわかんないんですけど。あ、でもラインナップにいないので、多分合ってますね、シークレット、オズワルドで。この中に書いてるのがミッキーとミニーとヒュイ、デュイ、ルイと、オーロラ姫、ラプンツェル、クルエラジーニー、ニック、アリス、チェシャネコ、オラフ、ティンカーベル、フック船長、シークレットので、オズワルドシークレットで当たりっぽいです。やったー！今回超当たり箱じゃない？今んとこ1個しか、フック船長しか被ってない。はい、ラス1、いきます。でも、なんと、結構一番狙いやったラプンツェル。と、あと、つむつむが一個も出ないですね。どうかな？いきます。せーの、ラスト！あ、アリス！やったー！つむつむ一個ゲットでーす。ちょっとツンとした感じのアリスですね。もうちょっと若干鼻の位置が若干だけれども高いとバランスが良かったのかな？ちょっとツンとした感じのアリスです。でも、かわいい。やったね。はい。というわけで、珍しく、10個開けたうち、9個が別の種類という、快挙ですね。しかも、オズワルドが出てくれてよかったです。今回紹介した、チョコエッグ、ディズニーキャラクターパート7。出てきたキャラクターは、オズワルド、ミッキー、ニック、ジーニー、アリスのつむつむ、ティンカーベル、フック船長、オーロラ姫、そしてヒューイでした。では、次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。